村まさかショー at FM あばしり。火曜日10時になりましたね、田村まさかショーアット FM あばしり。今週もね、聞いてる方、お付き合いくださいね。ありがとうございます。やっぱりね、リスラジ、ね、リスラジっていうそのウェブサーバーっていうんですかね、まあ、あれで聞いていただけるっていうケースがね、ちょこちょこ見かけて、聞いて、なんかありがたいですよね。コミュニティ FM のその FM 電波っていうのは、まあ、FM 電波はもうまっすぐしか飛ばないですからね、ちょっとした障害物でもやっぱりもう聞けなくなっちゃうんですよね。ね、まあ、だから結局その、ね、インターネット経由で聞いていただける、まあ、そうなるともうどこでもいいわけで、ね、まあ、ありがたいなと思っております。さて、10月の19日になりまして、まあ、日にちがその過ぎる、ね、まあ、日にちがまあ進むっていうことよりも、まずね、寒くなったよね。寒くなったことで、まあ、密かにね、まだまだストーブつけねえぞって頑張っておったんだけど、いつだったかな、急に寒くなったよね。あ、もういいやと思ってやっぱりね、もっと楽に生きようっていうかね、ストーブを点火しておりますね。そうそうそう、北海道ではストーブを炊くっていう言い方をするんだよね。確かね、そうだったような気がしてね、それにふと気がついて、あ、これなんか違うよなって思いながらね、ストーブを点火するね。うん、まあいいんだけど、ストーブをもう、涼しけりゃつけりゃいいじゃねえのって思いました。まあ、ガソリンも微妙に上がって、ゴニョゴニョゴニョっていうふうに上がって、だってもう石油資源っていうかさ、ああいうのいっぱいあるのにさ、なんかやっぱり誰かの都合で上がっちゃうんだよな。あれいつだったかな、オイルショックの頃、まだ私は中学生だったけども、あれも世の終わりかなぐらいに思ったんですよね。本当に。何なんだろうね、そのパニック。まあ、この、何だったか、コロナでもあったよね、そういや、マスクがねえだとか、トイレットペーパーがないだとか、またああいうデマを流すやつ、それから不安に煽られてしまうやつ、ね。やっぱりそういうのにぶれないで生きていかなきゃいかん。やっぱりね、原油資源は、まだまだ無尽蔵にあります。無尽蔵っていうかね、まだまだ豊富にありますね、心配することはないですよってね。SDGs なんだったか知らんけど、まあ持続化どうのこうの、まあいずれにしても、まあ、生きてりゃずっと、まあ生きてりゃ生きてるわけで、それで生き続けるっていうことはやっぱりね、少しずつやっぱり変化にまあ順応してやっていくっていうことだからね、そんなものね、なんかもう言われんでもやっぱり同じなんだよ、昔からね、昔からそうなんだよ、その順応したものが生きていく。あ、もちろんそれを意識して、持続化、持続をなんだ持続をしていく、まあそうだな、意識してそういうふうにそういう意図を持つ方がいいのかね。意図を持ちましょうね、意識を持ちましょう。まあそれこそね、
話全然つながってないですけども、選挙もありますからね、投票率がね 50% だろ、 50% いかないだろうね。まあなんていうんですかね、まあ遠征主義者っていうか、まあ諦めちゃってる人たちがまあ多いのは分かるんだけども、やっぱりねこれね、少しねそういう人らの気持ちも分かるような気もするんだよね。もうどうせっていう、なんかだけどね、やっぱりね、そのもしまあ不満があるんだったらね、なんかまあそれはどこに入れたらいいか分かんないっていうのもあるかもしれない。それはね、どこに入れたらいいのか分かんないのかもしれないけども、今の現状が不満なんだったら今のものを否定するだけでもさ、そこからでも始まるような気がしますよね。まあ選挙ぐらい行かないとね、やっぱりね、もうやっぱり好きなように、好きなようにコントロールされてしまうんだよっていう、まあもうそんなこと知らねえよって格好つけたいっていう感じなのかな、わかんないですけどね。なんで選挙行かねえんだろうなと思いますよね。めんどくさいとかね、まあわかんないけどね、まあ選挙ぐらい行こうよって気は しますよ。さて、ごにょごにょごにょっと始まってしまいましたけども、スタジオに入り早々、メッセージいただいておりますよ。ありがたいね、やっぱりこれね、どれだけその励みになるかね、恋するミニトマト、あとはがき職人さんからメッセージいただいております、田村さんこんにちは。指のお怪我は大丈夫ですか？演奏家にとって指は命なのでお大事にしてくださいね。それにしても先週の私のリクエスト、これはなんて言うのかしら、以心伝心、あまりの偶然にびっくりしました。今日も田村正香さんのおすすめの一曲お願いします。これありがたいよね。私ね、その持ってる在庫が少ないからさ、もうごく限られてるからね。リチャード・ヒロ君もそうだけどね、おすすめの一曲ということでね、まあ本当にこのメッセージもある通り、思い出します。先週の日曜日の夜、まあ網走こその舞台もすごく受けが良くて気分が良くてお酒も進んじゃってね、で夜中にね、買ってきた本当に小松菜を炒めよう。小松菜だけじゃ寂しいな、ウインナーソーセージも炒めちゃおうってね、でウインナーソーセージの袋を、もう小松菜のね、その根っこをね、切り落とした直後にそれ思っちゃったもんだから、包丁普通はねハサミで袋を切るんだよね。だけどね、その包丁で切っちゃってね、指も切っちゃったんだね。まあ本当にね、まあ、痛かったし、その、なんだろうね、ただスパッと切る、あ、それだって痛いよな、だけど、なんだろう、どういうんだろう、ベロが遊んでる状態、そうやって、ビラビラ遊んでるわけね、それがね、ちょっと血が止まって、でもそのビラビラが当たるたんびにまた出血したりしてね、それから抜けるまでにやっぱり 4,5 日かかりましたよね。それで、昨日だったかな、一昨日だったかな、やっとその絆創膏を貼らなくてもいいや、ね、ね、貼らなくてもいいやっていう状態になって、まあ、加速度的に今回復をしております。今朝はね、久しぶりに、ピアノを弾いてみました。まあゆっくりしか弾けないけどね、まあ、まともにその、垂直に指を下ろすと痛っっていうことになるんだけどね、まあもうちょっとだな本当に。まあそのピアノが弾けないっていう状況になって、いや、それこそ片手で頑張ってるピアニストもいるんだけどね、まあ、そこまでのテクニックないですからね、まあ、潔く休んで、休んでもオカリナという楽器があった、ね、だからオカリナの方で時間をたっぷりとってやることができたのは、これは良かったよな、
ね、あの初心忘るるべからずとかよく言うけども、やっぱりねオカリナのおかげで私はまあご飯を食べられるようになってるわけだからね、あそれはもう本当に大事にしなきゃいかんよな、ね、なんぼピアノが好きでもさ、ね、オカリナを大事にしなきゃいかんよなっていう気はしますよね。まあ、それができたこの1週間であり、まあ、あとまだしばらく続いていくんだけども、だからなんだろうね、ちょっとずつその意欲が出てきて、ね、そのもうカラオケじゃない、生の演奏で、自動ピアノでやっていくっていうことで、こだわってるんだけども、まあなんとかね、そのたまたま今まで貯めてきたその自動ピアノの、伴奏データもね、古装の舞台を満たすには十分な量があったからよかったよな、本当にね。これもしなかったら、いやまあそれはカラオケ使えばそれは済むんだけども、ね、それ使わなくてよかったね、それはな、よかったな、まあ、よかったなっていう話なんですけどね、さて、恋するミニトマトさん、に、お答えしましょうっていうので、ね、何しようかな。ね、昨日初めてやった曲を、お答えにしましょうかね。これね、モーツァルトのオペラのね、フィガロの結婚に入ってる恋とはどんなものかしらっていうのが好きでね、なんだろうね、耳に残るっていうんですかね、まあね、モーツァルトの企みにまんまとはまっちゃって、本当に耳に残って、いやすげえな、これ本当は 歌なんだけど、でそれをオカリナでやって、 でもね、オリジナルキーじゃオカリナの場合できないんだよね、半音下げて、やってるんだけど、まあまあそこら辺は絶対音感を持ってるめんどくさい人は、違和感を大いに感じてください私は絶対音感じゃないからね、相対音感、柔軟なんですよ、相対音感っていうのはね、だからもういかようにでも対応できるっていうね、ね、まあまあいいんですけど、そんなのは自分の都合のええように、考えを進めるべきですよっていう話ね。それでは、モーツァルト、フィガロの結婚から、恋とはどんなものかしらっていうやつを、オカリナでやって、昨日初めて、自動ピアノ、自動、ピアノプレイヤー、ね、の伴奏を作った、ね、それで、昨日の演奏です。昨日の演奏もね、やっぱり使っていきますからね。じゃあ聴いてください。Thank you.
い、聞いていただきました、久しぶりにやったんですけどね、あの昔あのコンピューターでね、そのカラオケを作って、やってたんですけどね、カラオケで、やっと自動ピアノでやるようになった。で、自動ピアノのそのなんていうかね、あのピアノプレイヤーがまあ、しょっちゅう止まっておかしくなった。それであのヤフオクで、本体を、取り寄せたら、今のところね一回も止まってないんだよね。いや、これはもう奇跡だなと思ってね。それであの実はその友達がね、その調べてくれて、そのピアノプレイヤーを修理を受け付けるてるところがあるよっていうことでね、でそこに連絡しとったら、まあ、あの連絡くれて、2,3 回ちょっと打ち合わせしたんだけども、なんていうのかな、まあ、直すってことは可能なんだけど、まあ、まずその、例えばフロッピードライブが悪いにしても何にしてもその、シリアル番号をちょっと見てくださいってね、シリアル番号を 見たらね、面白いことに気がついた。その、あのトラブルが起きて、そのまあもうこれダメだっていう機械、まあ、そっちも直したいんだけども、そのシリアル番号が3万いくらの、ね、シリアルナンバー、ね、これはまあ、 あの出荷される順番に、まあ、番号が増えていくわけだから、それで、ヤフオクで取り寄せたやつが、ね、3000番、ね、要はもう初期ロットなんだね。だからそっちの方が古い、だからまあ 年数で言ったら2年ほどあの古いんだね。古いものなんだけど、まあよくあるよね、その買っただけで満足して何も使わなかった人ってね、まあ、だけど機械っていうのはまあ動かさないとダメなんだけどね。まあこれたまたまだけど、あの今のところそれはその古い方の、機械が、今のところちゃんと動いてるよ。で、まあ、直すとしたらやっぱりほんとちゃんと直したいからね。で、まあ、例えば私が素人考えでフロッピードライブが悪いんだって最初言ったんだけど、ちょっと気になってね、いや、ひょっとしたらそれは私が勝手に思ってるだけで、あの、まあ、症状を、厳密に伝えてね、あ、でもひょっとしたら制御変えるかもしれませんねみたいなことも言ってましたけどね。まあ、さてそれがどういうふうになるのか、楽しみです。まあ、いずれにしてもね、あのシステムを入れ替えるとなったらね、あの取り付けるのに、まあ、30-40万かかる、ね、だからそれを、まあ、機械の中に組み込んでますからね、88件 の鍵盤に、電磁モーターを取り付けてるわけだから、だからそれを取り外して、付け替えるとなったらまたさらに、費用がかかるわけで、まあ、それから比べればあの直すっていうのは費用は安いもんでね、直ってくれればいいなと思いますよね、本当にね、本当に、まあ、笑おうもつかむってわけじゃないけども、結局そのピアノプレイヤー自体もその何回もモデルチェンジっていうのかな、まあ、改良 してるんですよね。まあ、フロッピーなんかも今使ってないし、まあ、それはいいんだけど、ピアノを演奏するその鍵盤 をコントロールするシステムと、そのコントローラー部分っていうのがやっぱり、ケーブルでつながれててね、まあ、もちろんその一体式で組み込んでるのもあるんだけども、そのケーブルの形状またはそのなんだろうな、それをそもそも動かしてるその OS オペレーティングシステムっていうのかな、まあ、それはこそ本当にもうオリジナルのもんなんだろうけどさ、そこら辺が共通する後継機種っていうかね、そういうのがもしあればいいよなと思って、それもまあ聞いたんだけど、なんかあの修理の担当の人もめんどくさそうなことを言って、もう諦めてくれっていう気持ちなんだろうけどね、いやこっちはね未練たらたらなんだよね、諦められねえんだよ本当にね、だってさ本当にね、だってそうなんだよ、諦められねえんだよ俺は、ね、直してくれって本当に頼むよ本当に、ね、まあ
なんだろうね、やっぱり、まあ、いろんなもの、まあ、メーカーっていうのは製造元がいっぱいいろんなものを作るけども、ね、例えばまあ車なんかの部品の家電なんかも、部品の供給義務は8年とかって言ってたよね。ね、まあ、8年過ぎたらもういいんだよってね、もういやもう直しません、直りません、諦めてくださいってね。いやどうなんだろうな本当に。あれ車なんかで私いつも思うんだけど、その古い車に重税をかけるってね、この考え方おかしいんじゃないのって私は思うよ本当に。古いものを大事にする方がどれだけ尊いかって思うけどね本当にね。それはね、車のメーカーにしてみればどんどんその消費してどんどん新しいものを買ってほしいのはそれはわかるさね、だったらそうやって言えよって、ごにょごにょっとその、ね、政治を巻き込んでさ、そういうふうにするなよって、堂々とね、その言えばいいんだよ、いや、私だとしては買ってほしいんだよって、ね、言えばいいじゃないのってね、なんかもう、自分だけ守られてるようなところで、だから、そういうね、てめえの都合でなんかその、なんかを動かすっていうのが見てて、嫌だよな、そんなの嫌だよな、ゴニョゴニョゴニョっとやってる。だから古い車をね大事にしてる、それはそれこそ部品もないからそのワンメイクで作ったりしてね、そうやって古いものを、未だに使ってる人もいるし、まあそれこそね、なんだろうね、その車のデザインも変わってきたよね。なんかみんなバスみたいになっちゃって、それからみんなあれいつから出たんだろうね SUV なんてね。まあ、びっくりしたのはカローラ、カローラまで SUV、 なんだよカローラお前までか、お前もかよみたいな。いややっぱりね、四角いセダンがいいですよ私はね、四角いセダンね、ね、ボンネットがあってキャビンがあってトランクがあって、やっぱりそれがいいな私はな。ね、なんか丸いゴニョゴニョっとしたらそれとかバスみたいなのは嫌だね本当にどれだけその、室内空間が狭くたってね、昔軽自動車のマツダのキャロルだったかな、あれ確かフォードアだったと思うんだよね。すっごいよな、高校時代本当に、ピアノの男の先生がね、まあ、なかなかかっこいい、まあ、坊ちゃん先生だったんだけど、身長が2メートルぐらいあって、でその先生がね、シトロエンとキャロル持ってんだよね。そのキャロル、その背の高いのがさ、キャロルの狭い中にゴソゴソっと入っていって乗っていく様がね、いやーええなーこれいいな本当に面白いなね。そんなこと思い出しましたけどね。さて、恋するミニトマトさんに、お答えする格好で、恋とはどんなものかしらを書きさせていただきました。昨日の演奏、いっぱい、持ってきてますよ。これいきましょうか。ジブリの、ジブリの中、ジブリの曲っていうのはオカリナでやるとね、ものすごくやっぱりいいんだよね、合うんですよ。その中で一番なんかその手応えを感じるのがこんな、これのような気がします。天空の城、ラピュタの君を乗せて聞いてください。
はい、聞いていただきました、君を乗せて。これはね本当にあの年齢問わずに、みんな喜んでくれますよね。これが 入ってるから、あ、そうそうそう、しばらく言われてたんだよね、 これ入ってないのかって CD がね。でそれがなかなか録音してなかったんだよね。一番新しいアルバムでやっと入れたんですけども、まあ人気の曲ですよっていうことですよね。で、音のバランスっていうのもね、まあ一月ぐらい前かな、その、風切り音がシュッ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 、目立ってしょうがないっていうことが気になって、いやこれどうやって解決しようと思ってマイクを変えてみたりね、棒マイクにしてみたりいろいろやったんだけど、まあそれは結局無駄になったけど、ね、元を使ってたその耳掛け型ね、耳にかけて耳からピュッと伸びてるそのマイク、だからそれをちょっと高い位置にマイクを置いてね、それでやればかなりいいな、ね、かなりいいなっていう状況。あの風切り音が、風切り音はオカリナの場合は下に向いて出るからね、だから、それは防げたな。そうしたらね、ここ数日なんだけど、ちょっと原因がまだ分かんないんだけど、その音が歪むんだよね。どうもその音が大きくなった時に歪んでるような感じがしてね、それが気になりだして、じゃあこれをどうやって、解決するかな、何のバランスが悪いのかな、分かりません。だからこれはね、まあちょっと今夜でも、まあ、早く行っていろいろ試してみなきゃいかんな、本当に何が悪いのか、ね、やってみなきゃいかんね。まあ、本当に今ねすごくいいバランスでできてるからね、まあいろいろ毎日やっぱり考えながら やってんですよ、それなりにね。なんかいやこれはこうしたらいいな、こうしたらいいなね、あら何か言おうとしたんだけど、ね、忘れちまったな。まあいいや、一曲かけましょうか。これもいいですよ、もう定番の曲ですね。まあ本当はね、その舞台やるときにね、まあ最近はね、なんていうのかな、この、まあ、ロビーのコンサートだから、そのまあお客様っていうのはその田村正和って知らないんだよね、要はね。まあそれ知ってるわけないんだけども、だからモノマネしようかなと思って来てる人がやっぱりかなりいるわけでね。だからね、なあモノマネ何もしねえのかよみたいなそんな感じ。あ、確かによくわかる、ね、だからじゃあモノマネもちょっと入れよう。おしゃべりはちょっと、忍者風呂のような格好で、ね、まあ、最近はちょっと勤めて、やったりして、でもやっぱりその演奏は演奏でちゃんとやりたいからね、だからね、自分の都合のいい理屈を言ったりしてね、田村正和賞を10倍楽しく見る方法、ね、古畑任三郎が、ね、ピアノを弾いてると思ってくださいってね、古畑任三郎がオカリナを吹いてると思ってくださいってね、都合のいいように言っておりますけどもね、まあいいんです。正和さんに、捧げる、ね、まあ、亡くなってしまった正和さんに、捧げる曲っていうのはどうも思いつかないんだけど、田中邦衛さんに捧げる、曲、歌、ね、まあ、田中邦衛さんって言ったらね、やっぱり北の国からです。聴いてください。Thank you.
はい、聞いていただきました。北の国から。いいですよね、これはね。本当にオカリナに、ぴったり。オカリナのためにあるような曲のような気がするけどもね。元の歌ってのはこれ歌詞がないからね。だったかな、ルールーだったかな、ララだったかな、わかんないけど、忘れたけど。ね。さだまさしさんもこれを作るのにね、相当悩んだらしいね、あの天才が。ね、相当悩んで、絞り出したのがこれだったらしいですね。で、歌詞がどうもつかん、あれだけその文才のある人がね、ね、懐かしいその関白宣言だろうね、いや、斬新な人だな、面白い人だなと思いましたけどね、ね、その舞台のおしゃべりっていうのはコメディアンみたいなね、そんな調子でね、まあ変わった人だなと思いましたけどもね、そのさだまさしさんが歌詞が浮かばないと、ね、あまりにもその北の国からの何だろうね、最初のその、投げかけのね、そのまあイメージもう出来上がってたんだな、その北の国からっていうのはね、出来上がってたんだよ。それに沿って作るっていうのはやっぱりなかなか難しいだろうね。でもいいものができたよね、そんな感じがしますよね。さて、さっきジブリやりましたけども、ジブリのに使われてる曲はね、本当にオカリナのためにあるような気がするぐらい、何をとっても本当合うんだよね。だからまあ伴奏もいろいろこれから増やしていこうと思いますね。自動ピアノの、まだ動いてる、いやいや、それこそ動かなくなってもね、金さえ払えや新しいシステム入れられるんだから、そのぐらいの覚悟はあるから、私はね、車が欲しいとは思わんけども、それは金使うよ俺は、ね、そのぐらいの覚悟は持ってる。まあだけどまあ今とりあえず延命措置ができるんだったらね、延命措置でやっていこうと。まあそれで、ジブリの中でこれね、本当に面白いのはね、まあ、前も言っちまったかな、まあ、分かんないけど、松任谷由実が昔ね、荒井由実だった、ね、もう大人しか知らないことだけど、ずいぶん昔の話です。その頃のヒット曲を、ジブリが使ってるっていう、そのセンスがいいよねっていうことで、ジブリのおかげで、その荒井由実を知らない人までもが、知ることになったという名曲。一つはルージュの伝言。このね、もうピアノ伴奏がね、なんかもう本当に、要するに、まあ、下手な人でも弾けるような伴奏ね、そういうのがいいな、ね、よくほら学校の先生ね、音楽の、学校の先生、音楽の先生が、まあ、いろいろ伴奏をしなきゃいけない、まあ、そういう時にやるようなすごくシンプルな伴奏でそれでこなしてるっていうのがまたいいなって感じがします。ルージュの伝言聞いてください。
はい、聞いていただきましたね。これこのピアノ伴奏だったらね、あのピアノをこれからやりたい人、簡単にできるよ簡単でいいよ。さて、いつもね、コソの舞台が終わったら、それを YouTube に上げて、まあ、なんだろうね、もう本当コンサートが一切できない、それこそ矢沢永吉さんでさえコンサートができない、まあ規模が違うけどね、規模が違う、それはもうそれ一緒にすんなよって言われそうだけどね、まあそのこういう意味じゃ、まあそういう意味じゃ、ね、私みたいなその零細企業の方が動きやすいのは動きやすい、なぜ一人だからね、まあ本当たまたまだけどいい環境で、一応コンサートができる、ね、それでまあなんだろうな、いいんだけど、そのYouTube にアップしてる。それから、このラジオもね、また YouTube に帰ってきて、前はちょっとヒマラヤっていう音声だけアップできるね。それはそれで便利だったんだけど、まあ、YouTube にまた帰ってきてアップしてるんだけど、先週かな、先々週ぐらいからかな、ちょっと凝ったことをしたくて、その、スライド、あ、最初はね、その、その前日のコソの映像だけを、はめてね、バックに流しながら、音声はこのラジオの音声っていうことで編集したんだね。で、着想はいいさ、着想はいいけども、その結局元のそのコソのその、データっていうのがさ、もう 4K だからね、めちゃくちゃデータがでかいんですね。だから編集するのでえらい時間かかって、あ、これは沼にはまったなみたいな感じで、あ、これはいかんな。それでまあ先週だったかな、じゃあそれをまあスライドショーにしようね。スライドショーに、まあスライドショーにしたって結局えらい手間がかかってるじゃないのってね。だからね、やっぱりもうラジオは音声なんだから、もう一枚の紙芝居でいいやとね、そういうふうに決めました。ね、格好つけるのやめようとね、今日は帰ったらサクッと仕上げて、サクッと、アップして、ね、でも何人かは聞いてくれるわけだから、 ありがたいなと思ってますよ本当にね。そうそうそう、あの網走こそでね、まあ結構お客様も来てくれてるんだよね。それでまあ、最近はね、その修学旅行が多いから、どうしてもその一般のお客様が少なくなったりするんだけどもね、それでもね結構そのロビーには集まってくる。あれ、その小学生や中学生でもその聞きに行かせりゃいいのにな、行くな、いや分かんないよ、分かんないんだけど、何時から何時まではお土産を買う時間、何時から何時まではお風呂に入る時間、何時から何時まではご飯を食べる時間、多分そういうふうにプログラムされてんじゃないかなっていうね。なんか興味ありそうな子はね、時々その遠くで 見ながらやっぱり来ないんだよね。やっぱりそれは行っちゃいかんね、ね、いうことになってんのかなと思ったりするけど、ね、好きにやらしたらいいのになと思いますけどね。その音楽は悪いことじゃないよっていう気はするんだけどね。まあまあいいんだけど、そんなのね。それで、その舞台に来てくれてるお客さん、本当、最近はね、みんな本当にちゃんと聞いてくれてね。いや、そりゃね、みんながみんなほら、ちゃんと聞いてくれることはないんだよ。そりゃ、こんな面白くねえやって帰る人もやっぱりポツポツいるんだけど、いや、それはいいんだよ。だけど、かなりの確率でね、ちゃんと最後まで聞いてくれてね。いや、そうやって我慢してギリで聞いてるって感じでもないんだよね。だからそれはありがたいな。だから満席になっていっぱい来てくれてもね、そのワイワイガヤガヤワイワイガヤガヤ会議されてるよりさ、やっぱりその少なくたってね、まあ一人でもいいからね、ちゃんと聞いてくれてる方がやっぱり私としては嬉しいよね。そういう立場の人間、これはもう舞台をやる人間だったら誰しもきっとそういうふうに考えるんじゃないかなって気はするけどね。それがね、この間たまたま、まあまあ修学旅行もあったんだけども、たまたま親子連れ、お母様と息子さんと息子さんの嫁さんみたいな人が来て、早くから来てくれたんだよね。
おお、ありがとうねって。でやってるうちにね、どうもなんか表情が暗いんだよね。ほんで、あれ、ひょっとしたらこれ例のあれかなと思って、要はモノマネショーだと思って来たのかな、音楽なんか来たくねえのかなこの人ね、大体分かったんだけど、もうしょうがねえ、もうこっち始めちゃってるし、ほんで、まあいいや、もうそしたらそんなうちにね、あのポツンと誰かが来てくれて、まあ結局その人たちが、最後まで聞いてくれて、その最初に来てくれた人は、まあ、そのうちお母様が眠り出してねまあ面白くなかったんだろうね、要はね、去っていきましたけどね、いや気の毒なことしたな、ね、万人受けじゃないんだよ、ね、それは全てのものが万人受けじゃないよね、万人受けであることなんかない、そんなことはない、やっぱりその自分に合ったものっていうのがあって、それを選べばいいわけよ、ね、それは選び間違えることもあるよ、選び間違えることもあるけども変えていきゃいいわけよ ね、しょうがないよね、だからそれはそのね、田村正和賞にたまたま、モノマネしようかなと思って来た人にも罪はないしね、私にも罪はないし、まあ、しょうがないよね、まあ、悲しい出来事だなっていうだけの話で、ね、まあ、いいです、まあ、そういう意味じゃね、そういうのが少なくなった、なんかみんな平均よく聞いてくれてる、ね、さあ、天才中島みゆきさんの、これリクエストが入ってね、これどっかの教室の受講生が言ったんだけど、中島みゆきさんのヘッドライトテールライト、へえそんな歌あるんだ、へえと思って聞いてみたら、あ、聞いたことある、これ聞いたことあるぞこれって、ドキュメンタリー番組のなんかテーマ曲だったな、といい曲じゃねえの、いいの選ぶよねって、だからね、やっぱりね、自分だけのねあれだと全然思いつかないんだよね。お、今ねメッセージいただきましたよ、ありがとう。お、ヒロ君じゃない、スーパーリチャードヒロ君、ありがとう、忙しいのにな。もこれもう勇気100倍だよ、本当にな。ヒロ君はね、何回も言います。私の師匠ですからね。YouTube の師匠だからね。本当に。さて、スーパーリチャードヒロ君から来てます。リクエスト曲、まさかさんの今日のおすすめでお願いします。メッセージ。まさかさん、おはようございます。リチャードです。ニコ。ね、ここ数日は特に朝晩の冷え込みが厳しくなってきましたね。早朝のウォーキングは歩き始めて少し経てば体が温まってくるので、できる限り健康のためにももう少し続けたいと思います。本日はこれから、車移動なのでリスラジでリアルタイムで聞いていますね。それでは。いやー、ほんとヒロ君ありがとうね。すごいね、ウォーキングやってんだね、偉いな、ほんと偉い。私もね、なんかしなきゃね、自転車買ったし、時々自転車で行ったりするんだけど、バイクも買っちまったからね、あ、まあ、バイクはもうそろそろもう、しまうんだけどね、体を動かさなきゃなって思ってますよ思ってますよって終わるなよそこでってね、まあいいよ、ヒロ君も頑張ってますね、私もね、まあ人間ね、本当にね、 足から参ってきますから ね歩けなくなる。いや本当にね、私もね気をつけなきゃいけないと思うんでね、お年寄りのね歩き方、これ一定の形になるんだね。猫背になって、膝が上がらない、ね、だからまあ3ミリのカーペットにつまずく、ね、3ミリのカーペットにつまずく、ね、これはもう私もあったことだけどね、だからまあ、中学の時に陸上部に入ってもも上げっていうのをやってね、ストライドを伸ばすためにまずももを上げなきゃいけないってね、へえ、そうなんだと思ってね。いや、それでね、随分タイムは良くなった。ね、あ、そんなことで変わるんだな。ね、要するに、ストライドが、まあ、要するに一歩、歩幅を伸ばすために、もも上げをする。ね。じゃあ、今は、リハビリのために、もも上げをしよう。ね、まあ、そういうことを、まあ、普段忘れてますけどね、時々思い出しては、やったりします。ね。それではね、最近のその私の、まあ、お気に入りって言いますかね、スーパーリチャードヒロ君、もう優しいリクエストのやり方してくれてます。じゃあもうこれはヒロ君にお送りしましょう。これ確かね、プロジェクト X かな
かなんだよね、まあまあ分かんないけど、ちょっと分かんない、意外なことは言えないですけど、まあなんかのドキュメンタリー番組のテーマ曲です。ヘッドライトテールライト、聞いてください。田村です。もう一回やってください。はい、聴いていただきました。いい曲だよね。やっぱ天才だよな。本当に短い曲なんだけどね。いい曲です。こんなの作れたらいいよな。と思います。さて、今週もなんか1時間あともうちょっとしかないね、無事終えることができました。恋するミニトマト、あとはがき職人さんとスーパーリチャードヒロ君、励ましのお便りありがとうございました。本当にね、おかげで私は元気ですよ。この後私はね、今日は網走教室の日ですね。教室に持っていくパソコンもね、MacBook Air のその薄っぺらいやつ、軽いやつにして、で外付けディスプレイも使わなくていいような、レイアウトを編み出しまして、バランスを編み出しましてね、23インチの、外付けディスプレイが1個余っちゃってますけどね、まあまあいいんだけど、まあ、なんかで使おうかなと思って、ね、思いますけどね、まあそういう環境でやってます。そしてこの後、流しっていうかね、洗面台あるでしょ、洗面台に、分岐してシャワーをつけたんだよね。そのシャワーをつけたんだけど、その接合がね、まあ、自分でやってるもんだから、そのパッキンがね、分厚すぎてパッキンを取っちゃって、まあ、そのシールテープでうまくやろうとしたけど、やっぱりちょっと水漏れるんだよね。だから薄いパッキンがないかなと思って、この後ホームセンターに行ってみようかなと。あればいいけどね、まあ、きっとなんかあるだろうなと思うんだけど、まあなんだろうね、毎日なんかかんかやってますよ。それで、そう、カーペットもね、撤去してね、切り刻んで捨てちまって、本当にフローリングにしたら、ね、
それはもう埃が気になって気になってしょうがないけどね。まあしかしその安い、掃除機を、買って、2つ買って、ハンディタイプのとね、フロアのタイプとね買って、まあ それも遊びながらやってるよ本当にね、まあそんなことで、毎日なんかかんか、しょうもない楽しみを見つけながら、やってますよね。さて、最後にかけられる曲は何がいいかな。さっきのやっぱり荒井由実行こうかな。飛行機雲をかけながら、これもね全部昨日の演奏ですからね、お別れしたいと思います。じゃあまた来週にしときましょうかね。今日も聞いてくれたお客さんありがとう。お客さんって言わないよなまあいいじゃないよね。本当にありがとう。ではまた、私も元気にやってます。ではまた来週。田村正和でした。